私たちが魔法少女？魔法少女になるとどうなるのか。今日もいいお天気。あかり、おはよう。あいちゃん、みどりちゃん、今日は爆発もない、平和な日だね。そう毎日トラブルがあっても困るけど。悪魔も今日はお休みなのかな。実はこの3人、世界にはびこる悪と戦う魔法少女プリズマジカのメンバーなんです。そういえば今日数学の小テストある日じゃん。あかりちゃん、勉強してきた？はっ、あ、マネージャーだ。もしもし、どうしたの？まさか。え、虹の森高校に悪魔が？うちの高校じゃん。どうしよう、みんなが危ないよ。悪魔、それは人の命を奪い魂を食らう化け物。普通の人間には目に見えず、知らず知らずのうちに魂を取られている人も多いとか。その悪魔から人々を助けるべく、彼女たち魔法少女は戦うのです。このままじゃ学校のみんなの命がまずいことになったかもね。とにかく何としてでも探し出そう。プリマジ、学校に着いたけどどこから探せばいいのか。手当たり次第探すしかないね。行こう。あ、待って、二人とも、あそこ東塔の最上階に。本当だ、のんきに歩いてる。こんなにすぐ見つけるなんてすごい。でも屋上じゃ走っても間に合うかどうか。そんなのみどりちゃんの風魔法でひとっ飛びだよ。それはダメ。そっか、こんなにたくさん人がいるところで変身したら。そう、私たちが魔法少女だって一瞬でバレるでしょ。そうだった。くよー、悪魔いなくなっちゃった。嘘、この短時間ならそう遠くに行ってないはず。急いで探すよ。全然見つからないね。これじゃ授業間に合わないじゃん。愛ちゃんって見かけによらず真面目だよね。うるさいな。あかり、どうした？ねえ、何か変な匂いしない？ん？なんか焦げてるみたいな。ちょっと見てくる。あ、あかりちゃん。私たちも行こう。うん。いた！学校の木を燃やしたらいけないんだよ。学校じゃなくてもダメでしょ。そうだね。もうそんなことはいいの。ほら変身しよう。もう逃がさないよ。ちっ、あ、逃げられちゃった。追いかけよう。待って、消火が先。このままじゃ学校が火の海になる。でも急がなきゃ。そうだ、みどりちゃんの風魔法で吹き消せないかな。やってみる。ちょっとたくさんの風さん来てー。あれ、なんだか火が大きくなった。まったく、何してんだか。水よ、この火を消して。さすが愛ちゃん、悪魔の火が消えてくよ。火を風で仰いでどうすんの。ごめんごめん。あれ、どうしたの。みどりちゃん、はい、風魔法で私たちのこと屋上に飛ばして。何急に。今すぐ急いで。うん。プリマジ、やっぱりさっき見えたのは間違いじゃなかったんだ。あれは爆弾。あの大きさ普通じゃないよ。学校が全部吹き飛んじゃうくらいの。ごめーと、こいつを使えばお前らもろとも一コロだ。ここにいる人間の魂は全部俺様のもんだ。そんなことさせない。おっと、それ以上近づくなよ。俺様の手が滑ってこの爆弾に火つけちまうかもしれねえからな。そんな、この建物にいる人間と自分の命が惜しけりゃ、そうだな、お前らの変身ステッキをよこせ。そうすれば見逃してやる。何言ってるの。これは渡せないよ。いや、わかった。はいちゃん、あかり、大丈夫、落ち着いて。でも、あかりちゃん、きっと何か考えがあってのことだよ。愛ちゃんを信じよう。うん。二人ともありがとう。ちょっと耳貸して。
俺様をいつまで待たせるつもりだ。えい！なあ！なんだよ、ビビらせやがって。ほら、そのステッキをよこせ。今からそっちに投げるね。緑、合図を。さあさあ、初めからそうしておけば。走って。なんだお前ら。風よ、吹け。ミドリ、ナイスタイミング。バッチリ手元に届いたよ。なんだと。くそ、人間不正が勝てると思うなよ。そうはさせないよ。俺様の特製爆弾か。目には目を、火には火をだよ。火じゃなくてほぼパンチじゃなかった。プリマジ、悪魔倒せてよかったね。そうだね、アイちゃんの作戦勝ちだよ。よくわからなかったけど、あの作戦どういうことだったの？あんたわからないで話に乗ってたの？うん、アイちゃんのこと信じてたからね。あ、そう。照れてる。余計なこと言わなくていいから。悪魔にステッキを渡す前、緑がステッキを振ったでしょ。あの時に魔法をかけてたんだよ。どういう魔法？時間差で風が吹くようにしたの。ちょうどステッキを投げた時に風の力でステッキが手元に戻るようにって。すごい、そんなこともできるんだね。使える魔法は限られてるけど、応用はいくらでもできるんだよ。でも悪魔を倒せたのは、愛ちゃんとあかりちゃんがタイミングを合わせてくれたおかげだから。違うよ、みんなで頑張ったからだよ。それもそうかもね。うん、よし、悪魔に勝ったお祝いにケーキ食べに行こう。本日の結果、悪魔に勝利。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。あなたも魔法少女になろうよ。